と雨の中でも素晴らしいポテンシャルを発揮してくれる G3、 素晴らしいタイヤだなとまた再認識しましたので、また頑張りたいと思います。ちょっと連続周回したかったんですけど、エアコンつけたんですけどフロントが曇っちゃってて、ちょっとワンアタックしてエアコンつけて乾かして、でまた走っていく、ちょっとタイミング悪かったですね。もう最後負けてたんで、もうこれ絶対勝てねえわなんて思いながら、なんかアタックしてたら出ちゃったって感じでしたね。本当に無我夢中でした。はい、そうですね、体重の差ですね。ね、実力が出ました。ありがとうございました。重い車でよく S2 に戦っていけたと思います。はい、まあ、なんかここです。目覚めたらGTU に生えてきた。僕はもう約束破ってないんですけど、まあ、今日のウエットはやっぱり素晴らしい、その Z3 のタイヤもう来た、まあ、ラズファクトリーさんの車庫長、すごいウエットセッティングでマッチングしていただいて、まあ、そこがちょっとすごく他の多分車とアドバンテージができたところじゃないかなと思う。こんなにやっぱり僕もいい経験させてもらったんで、ショックアブソーバーというのは大事です。はい。空気圧上げたのと補強を外していたのが良かったのかなと思います。一か八かエアを 3.5 まで上げたんです。じゃあ最初おーいけてる、水たまりかき上げながらって言ってたんですけど、水たまりがなくなってきた途端になんかもうなんかつま先で立ってるみたいになってきて、でも後ろから速い FD が来てたんでずっとついてきてるなと思って、これは僕が前にいたらきっと僕よりタイム速いのを出すだろうと、さっきの1クラスの方でしたよねと思ったんで譲ったんですよ。で僕がついていこうと思ったら、ここのコントロールライン通過した瞬間に僕がポンと2位に下がってと思って、今回今日初めて Z3 はめたんですけれども、まあ、これだけのパフォーマンスが出したもんで良かったと思いました。やっぱりまあここで雨っていうと、14年かなの時にダントツの最下位になったこともあるぐらいちょっと苦手な組み合わせだったんで、もうここ表彰台に乗れただけで満足です。ハイブーストにしたのが、まあ、良かったのかな。やっぱり本気を出すべきであるということですね。はい、おめでとうございました。ドライだったら多分ここには多分いなかったと思うんですけど、まあ、雨なんでちょっと頑張ろうと思って目いっぱい頑張りました。空気圧は冷感 2.8 です。多分今3キロぐらいだと思うんですけど、はい、なるほど、はい。まあ今回はこの程度もう末永く走れるようにどっか飛び出て、まあおじいさん呼んじゃダメって言われないように頑張ります。おめでとうございました。後半のね、脱出コーナーの後の脱出がめちゃくちゃ違いました。ストレートは割とついていけてたんだけど、度胸で怖いです。そうですね、寺浦さんとセッティング詰めて、いい感じに動いたんで良かったです。はい。空気圧は？空気圧は 2.6 ぐらいです。はい。はい。わかりました。おめでとうございました。そうですね、やっぱ一番印象に残ってるのが表彰式の時に、やっぱみんな一生懸命やってるので、1、2、3位、それ以外の4、5、6位の方も、みんな一人一人、みんなを尊重し合ってるというのか、そういったところをみんなで励み合ってタイムを出そうとしているところが印象的だったので、そこが見てて気持ちよかったなと思います。雨の大会も初めて見た。はい、僕も初めてです。はい、そうですね、本当に朝一ブリーフィングを行って、また昼の時にアドバイスを行ったんですけど、まあ、一人一人やっぱりこの雨の中どうやってタイムを出したらいいかとか、
普通に一生懸命聞いてくれましたし、まあ、それだけやっぱりみんな真剣に挑んでるんだなっていうのはすごくあのこの雨の中でも感じましたし、でそれをトライしてタイムが上がったっていう声も皆さん言いに来てくれるので、まあ、それが一番僕にとったら嬉しかったですね。Thank you.